なんですよね、今日も行ってくんですけど、今日はですね、ちょっとね、サムネタイトルにはある通り、昨日ね、俺、世界1位にね、到達することができたんですよ。そう、なので、そちらをね、使っていったデッキをね、今ちょっとトロフィーがね、落ちちゃったんですけど、そっからね、使っていったデッキとかをね、見ていきながら、マルチでね、また世界1位目指していきたいと思います。現在は世界24位ぐらいで、世界一行った時にね、ちょっともう一人のプレイヤーに抜かされちゃったんで、そこから潜ったらね、何敗かしたっていう感じなんだけど、使ってたデッキが、ペッカ工場と、あと、ミラーのロイホグなんですけど、それがね、めっちゃどっちも強くて、でも見てほしいの、ここら辺。なんかね、ここら辺負けて、マイナス40にマイナス39っつって、プラス26、マイナス37、プラス18、プラス17、プラス17、プラス20、プラス17、マイナス45みたいな、もういいよ、もうってなる感じのね、こんな、多分当たり前なんだけどね、上位の人からしたら。そうなんだけど、ちょっともうね、メンタルやばかったね、この時。で、その前に使ってたのが、レジャーも使ってたか。この辺のロイフかな？そう、ここら辺。そう。で、ここでミラー体系使って世界一行って、みたいな感じだったんだよね。そう、ってことで、レジャーも使ってたんだけど、こちらのね、ロイフと、ペカ工場を使っていこうかな。まずはペカでいこう。結構ね、なんかね、今の環境のデッキなんだけど、意外とペッカが勝てるっていう。でも俺はいつもシーズン序盤のお化けになってるからな。シーズン序盤のペッカお化けになってるから、マジでね、ペッカ使いからのちょっと風当たり強いんだけど俺。いやでも、俺もね、聞いてほしい。普通に、前の八仙道でね、そう、スキンヘッドで、80日間、毎日ペッカ工場でマルチ潜ってた、言ったらペッカ工場お化けなんですよ、俺も。そう、だからね、結構、ちゃんとやってるんですよね。そう。なので、序盤とはいえね、結構上位でも戦えるぐらいのね、スキルはそこでついたのかなっていうところなんですけど、さあやっていこう。さあ、よろしく。ペッカ工場とね、そのミラーの4スペロイフグを交互にね、使っていこうかなと思います。いや、そのね、4スペロイフグもめっちゃ強いんだよね。さあ。おー、スパーキー。これはマジアチャかな。これはね、外側に出すのがね、いい。内側のスパーキーに対してはね、外側に出すと結構いい感じになるんで。これ入るかな。やべ。OK。いやー、渋めの防衛ではあったな。マジアチャ貫かれたの痛いね。ただここは攻めて、相手エリババも切ったから、ここの受けは結構苦しいはず。さあ、ダックプリぐらいはいるかもしれないんだけど、こういうのダッシュ入れて、さあ、勝ち込み入れていく。さあ、これはいいカウンターが入りますね。いやー、これファイボだな。ヒースピきそう。よし！耐えた！オッケー！よし、この耐えはでかいね。で、相手が、ここは、エリババできて多分ね、普通にゴブジャがないだけだったんですよね。そう、なんで、そうだな、ここは一回相手エレキ、そうエレキなんで、こう一回逆サイ分投げて、これ工場まで見えるな。エレキ低め来い。いやー、やばすぎ。それやばいな。熱い。さあ、こっちはマジアチャだけで対応して、ザップで対応します。はい。よいしょ。いや、これめっちゃいい防衛。やばい。めっちゃいい。はい。よいしょ。さあ、ここをケアしてあげて、さあ、このゴブジャー許容だね。許容してあげて、で、ここはエリババ切ったから、スパーキー受けぐらいしかないはず。いや、エリバもあるか。オッケー。なので、ここは、ザップって、さあ、いいよ。いい攻撃入ってる。さあ、もうここは折られてもいいけど、意地で守る。意地で。ああ、まあ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 、まあ、2本打ったからね。オッケーオッケーオッケー、じじじじ。で、結構いい防衛できたね。あのミラースパーキーマジやばかったけど。なるほどな。で、ミラーだったらユニットがさ、エレキと、そうだよね、リババしかいないんだよね。さあさあさあ、ということで、まあ、このペッカも結構いいですよと。なんか今ね、ゲチ盛りの環境なんですよ。すごいなんかね、なんだろう、今みたいにミラースパーキーとか、なんかユニット抜いてのミラースパーキーとか、あとなんだろうな、ミラーキョス系、なんだろう、エレジャイ、クエイク、なんかスキャラみたいな、なんかそういうね、もうゲチゲチにモリモリのね、デッキが結構多くて、むちゃくちゃな大型とか、なんかそのキョス系、ロイジャイミラーみたいなのとかが結構あったりして、まあミラーがね、基本入ってるんだけど、そうとか、あとはその、バレル系ですね。まあ枯渇に対してもミラーが入ってるんだけど、なんかスケを抜いて、ミラーを入れるデッキがね、このロイホグとかも、まあもともとファイスピだったところをね、俺はペッカ受けが欲しくて、これ今ネクスト見えてるのスケなんですけど、そう、ペッカとかミニペッカ、スパーキー、プリンス、まあそこら辺の受けが厳しいから俺は、まあファイスピの方が夢はあるんだけど、安定のスケって感じだね。まあこんな感じで受けれるのは普通に強い。まあこれ言っていいかな。あー、ガゴムレか。なら逆まで見えるな、これ。ミラーガゴムレまで見える。さあ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 。いや、いいね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 。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。さあさあさあ、こんな感じで。まあ、コウモリは無視かな。ちょっと食らっちゃうけど、ここにスケを割くと、次のね、ミニペがきついから、アドは取られてると。ただ、こんくらいの序盤の5アドぐらいだったらスパーキー守れると思うし、今相手はミニペタスぐらいしかできないから、はい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 。あれできた。あこれザップくるかな。あ、まあ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 、結構痛いです。グッドゲーム。ああ、深いな、それは。結構ヤンキーですね、相手。いやー、ここ、どうだろう、今の。スケ、外に当ててたらいけたかな。いや、わかんねえな、これ。これは、相手が、多分、オッケーオッケーオッケー、ガゴムレかな。あ、ミニペか。なるほどね。さあ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 。なるほど。これね。さあ。これは、こっち行ったら。いや、これね、相手ね、左逆サイね、ミラースパーキー来ると思うんだよな、俺。だから、一旦待つ、ここは。そうだよね。オッケーオッケー。で、こっちにスケ流して、こっちは別に何つけられても守れるから、オッケー。で、ここにデリを置いて、そうするとデリ使ったっつって、相手が左に、ジャイからのガゴムレ来ると思うんだよな。だから、来そうなタイミング、ここ。あー、そっち来るんだ。あー、やばい。やばい、ちょっと待って。ちょっと今の行かれるのか、俺。ほんと？結局やっぱスケファイスピの方が強いなんていう罠あるか、もしかしたら。そんなことない。じゃあ俺もギリギリ攻めちゃう。マジ。ほら、ホグね、この位置に出すと、ホグが来た時にね、スイッて寄せれるんだよね。はい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 。相手なんだろう、デッキ。ファイスピテスラ、まあ、ディガー系か、クロスかな。俺、切れるカードないからな。まあ、ちょっと着衣守って、俺はね、攻めのカード切ったと思わしての、こでの、あいつをしばいてからの、これがあるんですよ。夢のミラーロイフがあるから、まあ、まだね、ここでいっぺんに行くと、まあ、多分ロケットだと思うんだけど、オッケー、来たー。いや、マジかー。強いけど、いや、でかっ。これさ、クロスとファイスピー、アーチャーが来てさ、それでもロイフグ入るってやばいよね、やっぱロイフグミラー。いや、このね、ロイフグからのロイフグミラーの火力がやばいんですよ、マジで。そう。でしかもね、ミラーは、その終盤の呪文削りも、めちゃくちゃね、力を発揮するんで、俺的には結構ミラー夢あって好きなんだよね。やば、それ。ちょ、待って、やばい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 。打ってくんな、絶対打ってくんな。危ねえ、怖すぎ。これアーチャー追加ちょっと怖いな。怖いけどウッドでいいや。お茶濁し。これ曲がったらアーチャー追加が見れるが、OK。さあ、ギリ。いや、なんか常に宿取られてる気がするな。まあ、ダメ宿は取ってるからね。うわ、来た。これは血圧チェックいいから、攻めのサイクルを作ってあげましょう。これでいいっすね。これ攻めてあげて、あれぶち壊せたら幸せ。あ、幸せだ、これ。よいしょ。はい。まあ、これ、ウッド来るかな、右。まあ、なるほど。これね、ロイフが飛ぶときにタゲ移っちゃうから、あ、やばいか、これ。やばい、なんか入っちゃう。左が。やばい、痛い、このダメージ。よし。まあいいか。で、これで、ロケットが左に来んのかなーっていう感じだから、ちょっと高めにアチャ食い出して、オッケー、これ美味しい。めっちゃ美味しい、これ。食って。こっからね、両サイド攻めていきたい。で、これミラーのサイクル整え。一回ここはバルキリーが来ると思うから、ずっと、で、外していって、ここでからの、クエイクだな、こっちに。よいしょ。いや、美味しい。これは食らってない方のサイドだからね。まあ、少しだけ許容はできる。いや、相手はね、ロケット削りしかないんだよね、そう。なんで、これをさせてから、ここで焦ってロイフ行くと負ける。絶対負けるんで、相手はね、まだ防衛のエリクサー普通に溜まるから、ここは一回待ってからの、でも、大砲まで行っちゃう、ここに。よいしょ。はい。で、ぶち壊しからの、左ロイフグ決めてから、よいしょ。からの、これ最強。これ、スケからの、ロケット間に合わないことを祈る。ロケット間に合わなかったら勝てる。オッケー、これはいったね。よし。これ。これが強いと。さあ。いいですね、と。まあ、このデッキも強いですね。まあ、施設系に勝てるし、まあ、大型が来ても結構、まあ、デリバリーミラーで、ライドラとか飛ぶから、エリゴレのぶち固めとかにめちゃくちゃ強い。そう。だからスパーキーにちょっと負けたな。ってことで、最後ね、これ、ペッカ工場行きましょうか。いや、そう、こんな感じでね、まあ、見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、多分これをね、麦とかは当たり前にやってるんだよね、終盤に。そう、なんだけど、やっぱ、マイナス40、プラス20の世界。ちょっとまだ慣れねえな。正直。で、多分、この、1位とかまで行くとそうなるんだよね。きっと、俺がさっき食らってたのは、その付近だったから、本当に、グロ2位からずっとね、その1位を目指して潜ってた時だったんで、マイナス45とか食らったのはね。そう、だから、まあ、さすがにそこまではないとは思うんだけど、まあ、今も多分世界20位とかだから、まあ、ワンチャンの45まで見れる。し、30もらえたらやっぱ嬉しいっていうね、感覚あるね。そうなんですよね。さあ、来たー。あ、ペッカ。相手同じかな。僕は誰だ。記憶喪失のやついるもんだって。普通に強いからな、そういうやつ。目の前の勝ちに集中してくるからね。よろしく。これはちょっと。アイスピア許容するしかないね。なんだろ、これ相手。あれだ。多分、インドラ、対空がインドラだけど、エレジャイですね、これ。アイスピーってことは。はいはいはい。どうすっかなぁ。ゴースト出して、はい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 、はい。これめっちゃ美味しい、このハイスピー。おっとさあ、このね、オシャンティーな攻めをぶち込んであげて、あ、いいね。素敵。これさ、無視できそうなんだよな。ケツピークか。で、逆サイね、これね、来てもね、そう、あ、でもトルメ切ったからな、相手。これマジハゲると思うんだよな、この防衛。これは高めインドラまで見えるから、そう、工場でカバーしてからのザップ。はい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 。デーレキが向かって、さあ合流して、ペッカがぶち殴る。ギリゴルナイ間に合いそうではある。エリクサー的に、あ、トルネか。ならこれ行こうかな。なんかゴルナイないですよの顔には見えた。さあ間に合ってない。そうだね。ゴルナイのエリアだったら今出してるから、エリクサーなくてトルネ打ってのゴルナイ間に合わない読みね。さあここはトルネないんで、さあここで貫き入れていって相手にカードを探していく。これいい交換だね。無視されても美味しいので、小氷を切って、OK。小氷切ったら熱いな。これは普通に、いや、どうしようかな、これ。あ、これ逆サイいかれそうだな。いや、無理か。ギリ守れる。いけ、守れ、でかい。よし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 。これで相手はトルネミラーとかかな、多分しなきゃいけないはずだから、その隙を狙って、これは工場まで行って、さあ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 、来た来た。これゴルナイギリ間に合いぐらいだから、ここに5打って、さあ GG、 来た来た来た、いいね。いや、ペッカ工場もやっぱいいな。エレジャイが増えてくれたらね、嬉しいよね、こっちからすると。もう一戦だけラストいこう。これ絶対いい調子のうちにね、やっぱ上げておきたいから。ペッカやっぱでも楽しいな。シンプルにね、やっぱなんかその、自分削りとかもやっぱいいんだけど、ペッカはね、やっぱ端前削っての、ユーノでぶち寄る時の爽快が、やっぱあるね。クラロはやってる感じがあるわ、本当に。さあ、来ましたー。いいよー。まあ、初手はザップから、マジ墓石がね、まあ今クエイク多くて墓石減ってるっていうのもね、このペッカ工場がちょっと熱い理由の一つだと思うんだけど、マジ墓石やばい、本当に。許せない。あいつマジやってることやばいからな。てか何出すんだっけ。ポイズンか。オッケー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 。あ、遅延スキルか。あれ、普通に俺、目悪いからさ、インドルに見えたわ、あれ。なるほどね。あれ、インドルじゃないんだ、それ。これ、ゴーストぶち投げからの、今、スケキンとトルネがないんだよね。だから、ゴーストからの、墓石受けされると渋いから、これ、タルーが来ると思うんですよ。タルーかアイスウィズ。あれ墓石受け来た。なんで、あ、もう下手くそ、ザップ。相手エリアあるかな。足前追加さすがにないよね。あ、来た。あれ、ワンチャンキング起動しそうな顔してたな今。もったいねえ。キング起動の顔してたって今。くそ、これ相手エリ使いすぎな気すんな。墓石回ってないでしょ、さっきまではね。さっきまではね。あれ、アイスウィズ、スケラ、ポイズン、タル。待ってます。で、トルネを持たれていると。いや、これさ、こっちにペッカ出すとベビドラでしばかれるけど、逆にペッカ出すと、普通にベビドラスケキンスケラで左のタワー折られちゃうんで、これケツペッカ左しかないな。な、有利にはならないけどね、多分左に消すべきかしても。でもやるしかないって感じ。マジ絶対あいつだけはしばかなきゃいけねえ。あの墓石ってカードだけは本当に許しちゃいけないからな。はい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 。ちょっといい感じだね。ちょっといい感じきてるね、これ。あそこ、今のうちにマジで溶かさないといけない、あいつだけは。いやー、いい交換した。これね、マジ対角攻めれるのは幸せなんだよね。やばい、全然幸せじゃない、これ。結局これでさ、左側にポイズンまでいかれんだよな。オッケーオッケーオッケー。墓石が回って。あ、やば。これやばすぎる。あ、やべえ。いや、終わったくさい、これ。マジでやだ。あー、それずるいなー。なんかずるいもんな、普通に。あの量のスケルトン出て。負けるわけないやん、相手。あの量のスケルトン出して。やばい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 。急げ急げ。いや、その許容はマジ素敵だもん。いや、なんかキング軌道まで。おい、する必要ねえだろ、キング軌道。おい、ちゃんとキングとちゃうねん、お前。しっかりタイブレイクのことも見てます、ちゃうねん。ああ。はい、ということでですね、マイナス35。気持ちいい。気持ちいいな、本当に。ってことで、今日の動画はね、こんな感じなんですけど、まあ、今シーズンもね、ちょっと気合い入れて、トロ上げね、やっていって、結構ほぼ毎日ね、最近生放送もしててね、マジで今シーズンはちょっと結果残したい。ってことで、またね、見てくれると嬉しいです。ってことで、もしよかったらね、チャンネル登録してくれると、めちゃくちゃモチベーションになるんでね、お願いします。ってことで、今日この辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。